はい、どうも、こちゃんです。今回は、こちら、なんだっけな、これ、チョッパーの綿飴、あ、違った、チョッパーと綿飴の楽園。これ、解放できるやつです。右上のクエストの、何スペシャルイベントのあるじゃん。スペシャル島の右上のところに鎖がかかってるところ、そこの一番下からね、入れるやつなんですけど、これ綿飴がね、10個確定かな、なんか今のところ全部10個確定なんだけど、10個確定で、スタミナ40消費で、ってやつなんで、で、30分解放なので、普通のいつもの綿飴よりも効率はいいよね。まあ、その分難易度だったりとか、難易度もそんな変わんねえか、でも。まあ、スタミナ消費はもちろん多いので、まあ、無課金者にはちょっとね、きついのかなって思うんですけど、まあ、美味しいは美味しいです、これ。パティはこれで、ハザードのこんな感じで。まあ、いろいろね、まあ、その30分解放なんで、もちろん早く回れるパティがいいと思って、まあ、いろいろ考えたんですけど、なかなかね、いいパティ見つからなくて、結局これです。で、クロコダイルは、これ毒の方のクロコダイルです。で、毒のキャラがもう一人誰か強いキャラでいればいいんですけど、なかなかいないんで、最初ね、マゼランでやったんですよ。ドロップマゼラン。どうせ最終戦のボス10回のところで、たまだろうと思ってやったんですけど、まあ、たまったはたまったんですけど、まさかのね、バリつかかんない。あれ、コスト20超えてんのね、あれ。マゼラン、ドロップマゼラン。知らなくて、もうドロップキャラだから大丈夫だろうと思ったら、なんか全然攻撃効かないからさ、と思ったら、もう、バリスかかってなくて、まさか。で、あとサンジが、俺のサンジこれ、レベルがものすごい低くて、そのせいでね、早く回れないんだよね。で、しかもね、スキルマッチじゃないっていう。そう、だからたまんないんだよ。そう、なので、ちょっとあんまりね、よろしくはないとは思うんですけど、まあ、とりあえずはこれで、俺のパーティーっていうか、その持ってるキャラの中では、まあ、早い方なのかなって感じはしますけど。大体ね、一瞬ね、3分ぐらいで回れるかな。だから、9周、10周ぐらい回れるんじゃないかな、多分。結構早いですよ、これ。まあ、3分ぐらいかな。4分は多分ね、かかってないと思うんだよね。あ、もうタップミスした。まあ、タップミスしても全然大丈夫です。倒せちゃいます。今のとか普通にショットが悪くてもいけるんですけど、タップミスしちゃいました。はい、でここもね、タップミスしなければ一旦できます。スロット悪くても。ちょっと待って、タップやべえな。タップやべえな。今のも一旦で余裕でいきます。余裕です。最後の戦国でちゃんとパーク出せれば余裕です。ひどいな。ね、起きたてなんですよね。いや、言い訳だけど。はい、で、ここはね、ここはマジで気をつけなきゃいけない。ここね、失敗すると、吹き飛ばしてくるんで、こいつ。それだけはやばい。ので、ここはしっかり。まあ、今、こういう感覚2で出てきたんでいいんですけど、1で出てきたときは、まあ、気をつけなきゃいけない。いい感じかな。で、なんか、このチョッパーマンが出ると、今、チョッパーマン出たじゃん。チョッパーマン出ると、なんか、経験値が9999もらえるらしくて、出ない場合は0らしいんですよね。その差激しくないっていうぐらい激しいんだけど、まあ1万はでかいよね、結構。ありがたいです。多分今出てきてくれたんで、多分1万もらえると思うんですけど。はい。で、ここも一旦突破でしょう。まあ基本的に全部一旦突破はできます。はい、ここ T ボンか、インディゴ、どっちか使うような感じですね。どっちでもいいですね。変わんないはず。はい、でここも突破で、今回これスロット運がいいんでサニーゴでいきます。スロット運悪い時は戦国で行かないとちょっと火力が微妙かもしれないんで、その辺はまあ臨機応変にって感じかな。はい、まあ余裕ですね、一人揃ってる。はい。で、このチョッパー。このチョッパーがね、2ターンで倒しきなきゃいけないんだけど、ね、俺のサンジが弱いせいかね、結構ギリギリになっちゃうんだよね。そこまでめちゃくちゃ余裕があるわけじゃないです。うん。まあ、こうやってスロット揃ってれば、
けるんですけど、まあ2段分あるんでね、戦国2体使えるんで、まあ余裕は余裕なのかな。どうなんでしょう。はい、こんな感じです。多分3分ぐらいじゃないかな。まあもっと急げばもっと早いと思うんですけど、多分3分とか、もしくは早い場合は3分切るとかね、いけるかもしれないですけど。うん、でほら、綿あめがね10個なんだよこれ、超ありがたい。はい、で今回ゲットした数がこんぐらい、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 だけど最初にちょっとあったな多分。こっち見ればいいか、入手順で。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 か。16ってことは8周か。まあ、最後の、1回は動画撮ってたんですけど、残り3分の時に、動画撮ってたんで、多分ね、もう1周できたんだよね。なのでまあ9周かな多分。10周はきついかなっていう感じかな。まあ、急いで本気でやったら9周ぐらいは回れるんじゃないでしょうか、このパーティーなら。あとはまあ固定ダメージのキャラだよね。サンジがね、レベルがめちゃくちゃ低いんですよね。はい、サンジさん45。スキル上13。もうこれが問題なんですよ。これをなんとかすれば、もしかしたら10周いけると思うんだよね。本当に結構このパーティー早いんで。で船はね、サニー号がいいと思います。他に、まあいろいろ考えたんですけど、多分サニー号でいいんじゃないかな。まあ一応これ白式なんですよ、サンジ以外が。なので白式で組んで、レッドフォースでスロット上昇みたいな手もあるんですよ、一応。ただサンジのところがね、っていうので、ここの即属性がいないと、最終戦のボスの力属性が結構きついんですよね。なので、ここ3時には倍率かけたいんですよね。だから、即属性のキャラで、白式で固定ダメージのキャラがいれば、それが一番いいです。ただ、いないよね。即属性の固定ダメージ。で、しかも固定ダメージって言っても、早い段階で使うんで、早く使えるキャラじゃなきゃダメなんですよね。って考えると、いないんですよ。なのでね、そこがいればね、もっと早くはなるとは思うんですけど、それか、あそこの、3回だっけ、緑のチョッパー、硬いチョッパーが出てくるところを他の突破方法にするか。まあ、どっちかだと思うんですけど、まあ、他の突破方法がね、あれば、まあ、それはそれでいいとは思うんですけど、ただ、スロット運とかによっちゃうと思うんだよね。なので、あんまりね、スロット運だと、ね、安定した速いスピード出せないんで、そうなると、まあ、こっちの方がいいのかなっていう感じはするし。あと、俺、クロコダイルもレベルめっちゃ低いな。やばいね。これ多分レベル間にしたら多分ね、もっと速くなると思うんで、もしかしたら10周狙えるかもしれないです。じゃあ、さっき言ったのがこの解放冒険ってこの右上のところね。この右上のところの、この一番下のチョッパーと綿目のわけね。これ3回までいけるんで、ただね、10月31日ハロウィン終了しちゃうともういけないんで、まあ回るなら早めの方がいいかなっていう。うん。ただまあ、30分かける3回で結局90分拘束されちゃうからね。結構でかいよね。なのでまあ時間が空いてる時にはこれやった方がいいんじゃないでしょうか。まああとはもうこの辺はまあ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 、てかこれあれなんだね、アルビダロマンスとかも B もらえないんだね、さすがに。解放してクリアすると、ほら他のさ、この系のやつはさ、ほら解放って書いてあるからさ、新クエスト扱いでさ B もらえるんだよ、カメも全部ニューって書いてあるからね。だけどアルビダロマンスがもらえないんだね、さすがに。これももらえたらね、ありがたかったんですけど。もらえないですね。あと、最後に、綿飴の使い方なんですけど、まあ、これもね、よく質問あるんですけど、綿飴、何入れたらいいですかって、よく聞かれるんですけど、俺も適当です。戦国とか、ルッチとか、ほら、綿飴俺、回復に入れてるんですよ。ルッチ、別に必要ないのに、回復。っていうかまあ、ルッチを船長として使わないっていう体なんで、まあ、必要ないわけじゃないんですけど、まあ、ルッチはほぼ船員として使うんで、まあ、回復入れてもいいかなってことを入れてるんですけど、なんで回復入れてるかって、これ見てください。400ピッタになるんですよ。ただ俺が綺麗な数字が好きっていう、ただそれだけで入れてます。なのでそんなにね、気を配らなくてもいいような気がするけどね。白ひげとかはね、体力がもともと多いキャラなんで、まあ、それを活かそうと思って、体力に入れてます。で、回復もプラス15入れてます。もうこれもさっきと同じ理由で、綺麗な数字が好きだからっていうぐらいですね。あとは、戦国はね、必ず攻撃力はプラス100入れた方がいいと思う。っていうのも、やっぱり戦国パーで火力になるのはこいつなので、
戦国自身がちょっと火力低いと問題ありかなっていうことで、戦国にはねプラス100で言ってます、攻撃。あとは紫のキャラはね全部これ体力と攻撃かな。あ、違う、レイリーは違うわ。レイリーはバラバラだな確か。レイリーもね、あの綺麗な数字になるように入れました。そんな感じで結構ね、俺も適当です。この辺も攻撃、体力高くですね。ミオークもそうだし、ジンベイもそうだし。サボも、あ、サボは違うわ。多分サボ結構バラバラだな。とか結構ね、こんな感じで適当に入れちゃってます。マルコは回復100入れてます。マルコは多分ね、100の方が、あ、100じゃない、95か。なんでこんな中途半端なの。あ、多分550にしたいからか。多分ね、マルコは回復入れた方がいいと思います。今後多分5万5000で回復しきらないような体力のパーティーが出た時にちょっときついんでね。てかまあジンベーパとかね、多分ね回復は多分入れないと結構回復しない場合が多いんで、回復入れるのはいいと思います。で、ハンコクもちろん回復でしょ、まあ、そんな感じかな。あとサボに攻撃渡辺100とかね。そんな感じかな。あとサンジに回復100とか。まあガチャゲンにもまあ必要なキャラには入れてますけど。はい、そんな感じでしょうかね。まあログルフィには入れてないです。あんまり使わないと思うんで。まあ自分の好きなキャラにね、好きなように入れるっていうのがいいと思います。それが多分一番ね、自分も使いやすいし、いいと思うんで、ぜひぜひやってみてください。ということで以上ね、なんだっけ、チョッパーの綿飴のやつ、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。